って言ったらエンブレームそういえば後ろにつくんだけど、つくんだけどエンブレームの部品はないし、いや914ちょっとねベストなんですけど、泥沼化しそうですね。もうね、調べた914に関して資料一発目だ。で、下回り最悪なのよこれ。これ外れてんじゃなくてシートはね、可動式こんなのいらないんで、可動式、いやーこんなショックとかいらない。ここの構造最悪。ここの構造映るかな。これエンジン、これミッション、何これここに余ってた。いやーこれこのままね組むっていうわけにいかないです。全部バラしてね、これも全部結局はスクラッチビルドに近い状態、下回り全部作ってかなきゃなんないわ。こんなひどい、これ。まあまあ、私の塗装もひどかったけども、これ、なんかね、視聴者の、いつも見てくださってる岩水さんからアドバイス来まして、20分の1のバンダイの914じゃないかいっていうお話で、多分そうなんでしょうね、これ。だけどね、ひどすぎる。だから超長期戦になると思います。全部こう造作していくので、ミッションからエンジンの一部見えるところまで、こんなエンジンじゃないし、これはひどいわ。ちょっとね、そのまま上っ面の塗装だけやろうかなと思ったんだけど、我慢できなくなってきましたね。私の中で。そしてね、今ちょっと、ペーパーかけて乗っけたんですけど、ここは構造上ね、なんかポンって後からつけるような感じなのかなと思ったら、もう鉄板自体がボディと一体化してるので、つけてしまいました。で、ここはレーザーにするんだったらレーザー、あ、取れた。レーザーにするんだったらレーザーにするし、いろいろ後から考えようと思っています。ちょっとね、取れたんでつけるか。普通の接着剤の方がいいのかな、セメントの方が。もしくはエポキシ系でがっちりつけるか。この、隙間のやつじゃダメかね。固まってからちょっとまた別な接着剤で固めるわ。あとですね、フロントの、こうなってね、この中はもう、電池ボックスだったので、これはさすがにね、こういう資料をもとに、中作っていきたいと思います。あまりにもひどくてね、ちょっとがっかりしてるところですね。メイチュアビル。とりあえず、ジャブ程度に、一回、サフェサ、吹いてみたいなぁと。裏側からバーなんてどうなんだろうね。ウィンカーのレンズも外れました。いろんなところね、マスクしてるから、防塵マスクしてるから、声が聞こえづらいとは思いますけども、いろんなところの構造を直していかないと、これはね、ひどい。今問題してるのは。こっちは、ボンネットですね。裏側のこれ、もう一回多分サフェザー作らないとないと思う。本当にこの裏側のさ、
プレスが今正しいのかどうなのかっていうのを調べたい。場合によってはパターン組み直すかもしれない。結構塗料を大量に作ったので、まあ余裕で塗れるかなと。下地というやつです。あらら。あらら。失礼。跳ねたね。まあ水研ぎするんで、ペーパーでね、耐水ペーパーで水つけて磨いていくので、という言い訳をしております。はい、よいしょ。はいはい。ドアです。ドアどうしようかな。この周りだけで隠れちゃうので、全部内側は塗らなくても OK ですね。こんな感じで、ほんでこっちですよね。ちょっと滑らかに手袋ではなんかね、もうちょっとギトギトになりつつもある、でもここのドアも磨いたよ。これでいいっす。バンパーのメッキ剥ぎましたもん。内側はいいよね、これは。本当に見えなくなる部分です。ここをね、艶消しの黒、軽になります。軽にね。オレンジに黒合うんですよ。バンパーってね。ナンバーをね、つけたいなと思ってるんですよ。ドイツかなんかの、ドイツかアメリカのナンバーにしたらかっこいいかなと思って考えています。それも作るのね。やばい。これ、回し物がずれてきた。これ数えるからいいや。っていうか、本当の本塗装じゃないと。メルチュアピオ。とりあえずね、サーフェイサー作業が1回目の終わりました。見てる限りではかなりいい感じになってると思います。これを見てね、今度デコがあるとこはちょっと磨いていきたいなと思います。例えばこういうとこね、細かな筋とか、こんな感じでやっていきたいと思います。長期戦よろしくお願いします。じゃあまたよろしくですね。